松山大学は、愛媛県松山市文京町4番地に日本部を置く、日本の私立大学である。1949年に設置された、大学の略称は、松大。新田長次郎像、加藤常忠加藤明門1923年の松山高等商業学校創立以来、この間に輩出した卒業生は、約7万人。二千二十年現在、 大学には、経済学部、経営学部、人文学部、法学部、薬学部の語学部6学科がある。法学部には、大学院の修士課程、経済学部と経営学部及び人文学部には、修士課程、博士課程、薬学部には、博士課程を有する。教育方針松山大学では、教育方針を制定しており、その中で大学の目的や使命を、 明確化している。科学の総合的かつ専門的な研究と教育を目的として掲げ、人材要請を通じて社会の発展を図ることを使命としている。教育理念見学の精神である三実主義、すなわち真実、忠実、実用の精神を伝統的な教育理念としている。今日の松山大学では、前身の松山高等商業学校の設立に、 与し田、日田長次郎、加藤恒旭、加藤明連を三恩人と呼んでいる。1923年に松山出身の大阪の実業家である日田長次郎の出資をもとに、正岡式のおじで当時松山市長の加藤久し中、及び後の初代校長となる加藤明連の三人によって創立された松山高等商業学校が起源である。神殿は、 東京証券取引所一部上場の日田の創業者でもある。四国で最も古い歴史を持つ私立文系大学であったが、平成18年度に薬学部を新設した文教キャンパス、松山城天守閣より撮影。効果効果として北川康弘が作詞し、ダニー・クマが作曲した松山大学効果が定められている。また、松山大学の前身である。 松山高等商業学校では、沼見武雄が作詞し、山田耕作が作曲した松山高等商業学校校歌が校歌として歌われていた。後に松山商科大学となった際は、旧校章校歌の一部を修正し、松山商科大学校歌として引き継いだ。校章松山大学の校章は、大学名から取った松台の文字と星型とをあしらった図案である。 松尾美キャン2015年5月14日に愛媛県のマスコットキャラクター、美キャンとコラボレーションした松尾美キャンが愛媛県庁と大学から発表された。美キャンのお友達という設定で夏目漱石の某土庵に登場する坊ちゃんとマドンナをイメージした衣装に身を包み、松尾美キャンの頭部には松山大学の名前が入った学帽が松尾美キャンの頭部には 松山大学のシンボルマークをモチーフとしたリボンがついている。学部大学院附属機関文化系、体育系、同好会、非公認同好会など合わせて100以上のクラブサークル、同好会が活動している。中国、四国地区で常に上位を占めるものや、全国でも優秀な実績を持つものも多い。平成19年の第56回四国地区大学総合体育大会では、 男子は優勝を一したが、女子は21年連続21度目の優勝を遂げた。ちなみに、昨年まで男子は21年連続となる47度目、男女総合は20年連続の優勝を続けていた。弓道部女子が第54回、全日本学生弓道選手権大会の女子団体の部で、なぎなた部が第45回。 全日本学生なぎなた選手権大会の団体戦で、それぞれ初優勝した。女子駅伝部は、平成20年7月陸上競技部女子長、距離ブロックから独立し創部されて、以来目覚ましい活躍をしている。平成22年10月24日開催の第28回、全日本大学女子駅伝対抗選手権大会では、堂々の4位に入り、 出場3回目にして中四国地方の大学では初となる次回大会のシード権を獲得した。以降、毎年5以上の安定した成績を収め続け、9回目の出場となった平成28年10月30日開催の第34回全日本大学女子駅伝対抗選手権大会では中四国地方の大学として悲願の初優勝を果たした。 また2016年夏季オリンピック大会の3000メートル、障害の日本代表に、女子長距離会では、初の現役女子大学生の高見沢安玉が、選ばれている。同窓会は、創立者の画号を監視、温山会と呼び、創設は1927年。全国各地とニューヨークに合わせて42の支部があり、合わせて、会員約6万人。 文京キャンパス、松山市の中心部に近く、松山城北部に広がる文京地区に位置している。みゆきキャンパスあるじに運動部が活動している。熊野大グラウンドあるに運動部が活動している。松山大学温山記念会館温山、記念会館ゼミや研究などの会議にて使用されている。創立者、新田長次郎が建築させた洋館であり、神殿家から、 大学側に寄贈された施設である。また、NHK の朝の連続テレビ小説、若葉では、若葉の住む家として、同じく連続テレビ小説、マッサンでは、ヒロインエリーがお世話になる、大富豪、野々村家として撮影された。東京オフィス、東京都周辺での就職活動やインターンシップの支援活動をはじめ、国や都道府県東京事務所からの情報収集などを、 行っている。同オフィスが所在する日田ビールは、日田長次郎が創業した日田の所有であり、同社東京支店も当ビル内にある、日本国内日本国外学部間協定。ありがとうございます。